かりその姿を見せつけたいと思ってると思います。かつては全日本でジュニアシングルのベルトを手にしたフランシスコ・アキラ、そして今は新日本の IWGP ジュニアタッグ王者、先日の大阪城ホールでそのベルトを取り戻しました。ただ皆野さん、この佐藤も経験豊富なレスラーですからね。いや本当そのね、変態の一面が注目されますけど、グラウンド技術とかですね、打撃、これはやっぱりもうパンクラスさんですから、はい、すごいものがありますね。2000年にパンクラスでデビューしました。おそしてはここで空気読まないな、斉藤兄弟が入ってきたぞ。うわ試合を、試合権はない。ああそしてちょっと待ってください、おかしいおかしい。矢野選手、これ同じ側の選手だったんですが、同じ側ユニットは違いますが、まあ、でもあんだけのデカさの2人がいればね、自分たちで決めちゃおうっていう気持ちかもしれないですよね。ケンコバさん、もともとこの斉藤兄弟力士だったんですよね。ですね。